はい、こんにちは、しゅうやです。カーコンフィギュレーターチュートリアルパート0、イントロダクションということで、このカーコンフィギュレーターチュートリアルでどういったものが作れるのか、どういった内容なのか、そしてこのチュートリアルのレベルについて紹介していきます。では早速このチュートリアルで最終的に完成するものをお見せしていきます。こちらが最終的に完成するカーコンフィギュレーターです。マウスのドラッグで車の周りを移動することができます。そしてマウスホイールでカメラの前後移動ができます。またこのように被写界振動を追加してカメラのピントが自動的に合うような機能も追加していきます。またアニメーション付きの UI も作成していきます。そしてこちらから各機能にアクセスできるようにしていきます。機能としてはカーペイントの変更、ヘッドライトとリアライトのオンオフ、左右のドアの開閉、そして最後に環境の変更機能です。これらを0から全8回で作成していきます。もっと手っ取り早く作りたい、勉強したいという方は Unreal Engine のマーケットプレイスにてカーコンフィギュレーターテンプレートというコンテンツをチェックしてみてください。こちらではチュートリアルでは作成しない機能に加えてテンプレートなのですぐにカーコンフィギュレーターが作れます。またブループリントなどの中身もすぐに見ることができます。このコンテンツにはこのチュートリアルで使う車のモデルと同じモデルがセットアップされて含まれています。なのでこのチュートリアルと併用することで動画と全く同じように進めることができます。このカーコンフィギュレーターテンプレートとチュートリアルの内容の違いに関してはカーコンフィギュレーターテンプレートの方はすぐにコンフィギュレーターが作れるよう使い回しやすさに重点を置いて作成しています。それに対してこのチュートリアルでは作りやすさ、そしてなるべくいろいろな UI 法の機能を使うような内容になっています。そしてデザイナー、アーティストでも作れることを意識しています。なのでプログラミング系の用語など厳密に言うと違う表現や言葉を使っている場合があります。その点はご了承ください。このチュートリアルのレベルに関しては UI 法の基本を理解していることを前提に進めています。そしてブループリントも少し使ったことがあることが望ましいです。ですが初心者でもできるように車のモデルの準備の仕方、そしてプロジェクトの作成から始めていくので安心してください。ノードの機能の説明も加えていくので作業を真似していくことで理解が進むと思います。逆に UE 法を普段から使っている方は少し冗長かもしれません。その場合は気になる機能の部分だけや飛ばし飛ばしで見ていただければと思います。カーコンフィギュレーターというニッチな内容ではありますが、コンテンツを一つ丸ごと一通り作ってみるという意味で単純にアンリアルエンジンの勉強にもなる内容となっています。少しでも多くの方の役に立てば嬉しいです。今回は以上となります。次回のパート1はどのように車を準備するのかということについてお話ししていきます。チャンネル登録・高評価していただけると嬉しいです。では最後までご覧いただきありがとうございました。